はい、今回は電源が入らない MacBook を修理します。これは MacBook Air の11インチの2013年モデルなんですが、バッテリーが消耗していて電源が入りません。しかし AC アダプターをつなぐと電源が入ります。はい、OS が起動したので状態を確認してみます。システム情報を見ると充放電回数はたったの5回ですが、修理サービス推奨の状態になっています。設定画面でもバッテリーが正しく動作していません、修理が必要ですと表示されています。今回はバッテリーを交換してこの MacBook Air を復活させたいと思います。はい、まずネジを外して裏蓋を開けていきます。蓋を開けたら、まずバッテリーのケーブルを抜きます。続いてバッテリーのネジを外していきます。バッテリーを外します。この機種のバッテリーは粘着テープは使われていないので簡単に外すことができます。はい、こちらが交換用の新しいバッテリーです。元のバッテリーと同じ場所に取り付けます。保護フィルムが付いていますので、これを剥がします。ネジを元通りに取り付けます。最後にバッテリーのケーブルをロジックボードに接続します。裏蓋を元に戻します。改めて電源を入れてみます。はい、電源が入りました。再び状態を確認してみます。充放電回数が1、状態が正常になりました。設定画面も開いてみます。バッテリーの警告メッセージも表示されなくなりました。これで今回の修理は完了です。